葉が覗いた。伊藤はスクリーム X で美咲に挑む。ビッグフィッシュだ。これもまたなんかなかなかいい魚なんじゃない？これ。これもいい魚で、これもいい魚だと思う。ファイトがね、ファイトが美しいですよね。本当ファイトが美しい。素敵、素晴らしい、パーフェクトも。ナイスプロポーションって感じ。今日って感じで滑りすぎて一瞬の晴れ間に起こった三崎沖水深8メートルのドラマ、スクリーム X のポテンシャルを証明する会心の一発だ。浮いて方だったもんね。これこの指ですね、もうすごい魚の歯もすごいやっぱりいいし、こんな感じの機種って感じですね。物資忘れそうになりますよねディープへと落ちる嗅覚の岩盤エリアを再びスクリーム X で挑む。あの岩盤が臭いよね。ネチ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 、結構棚深いんじゃないかな。まあネチネチ、おー、しゃろった。あー、バレたー、くそー、さい。くー。ほぼ垂直にディープへと伸びる岩盤エリア。キャストアングルを変えてミスバイトした魚をリベンジマッチ。とにかくネチ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 、岩盤ギリギリに投げてロングポーズ。ちょうどスクリーム X っていうのは、こう一点でステイさせて左右に首振りさせるっていうのが、まあ、そういう小技を効かせるスイッシャーなんですよね。とにかく魚の棚が深いんで、おっしゃろったー、今度はダーサイ、かかりが浅いな、はたけてるな。リベンジマッチ。かなり下からやっぱ突き上げてきてるのかな。かなり深いところに沈んでる魚の棚をこう上げて、徐々に前を詰めてネチネチ誘って、で水面を割らせるという。
当は乗っただろ、よっしゃ。よしよしよし、よっしゃ。まあまあサイズ。バカアリくんぶちまがり。なかなかのサイズ。はい、スクリーム X、 はあ、パガーニやりましたね、鳥二度目の正直だよ、クソ。三度目か、さっきあっちにも一発。スクリーム X、 今度シングルペラー、パガーニでございました。よし、やっぱりポーズ時間ちょっと長い方がいいね、棚が深いんでかなり下から上がってきてるんで、だから食った後にまたディープに向かって突っ込んでいくんで、もう一発は出るだろうな。じゃあ岩盤ギリギリなんですよね、魚の棚は結構深いんで浮かせて取るという、もう分かっちゃったんですけど、おおしょったー、やっぱり出たぜ。おお、低い、どうぞ。おお、おお、すんげえ、スクリーマーになっちゃうよ。潜る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 、すごいディープから、かなり棚深いからね、やっぱり説明通りって感じで、狙い通りって感じで、よし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 、おお、でかい、なかなか重いぞ。ママか、ママママママサイズだ、はい来た、はあ、シュー、はあ、あー川一枚だった、危ねえ、川一枚危なかったわ。